4レース勝ちました大橋瑠璃花選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今年は早々に優勝もあったんですね。はい、それがなんと初優勝。はい、びっくりしましたけどもね。なんか嬉しい、なんか始まりになりました。そうですよね、はい、そこからもいいリズムで来てますね。はい、はい、ではレース見てみましょう。はい、進入1フタ3、4、5、6と枠内です。大橋選手2コースからのスタートです。はい、スタート展示は0球でしたけども、本番はどんな感じでいけましたか？ちょっとなんか空中戦の感じが嫌な感じがしたのでちょっと放ったんですけど、うんうん、そしたらちょっと外に行かれてる感じですね。はい、で外ね、スタート早い選手もいましたからね。はい、はい、そしてここ1マークは差し構えでした。はい、なんか上手にさせたかなと思います。うん、じゃあこのレースはもう合格点あげれる感じですか？私にしては合格です。3は、はい、3は問題ない、問題ないと思う。乗り心地とかは問題ないので、うん、はい、もうちょっと良くなる感じはします。うん、じゃあまだ良くなる気配がある、ありそうです。うん、どのあたりを良くしたいですか？ちょっと回った感じはいいんですけど、回った後ちょっと、うんうん、もうちょっと押しそうな感じはするので、うん、出足ですかね、はい、出足行き足がもうちょっと来そうだなと思います。今年はね、優勝から始まっていいリズムで来てますけども、はい、冬場のプロペラ調整なんかはどうなんですか？あ、めっちゃ得意です冬場。そうなんですね。じゃあ楽しみにしてます。はい、後半はドリーム戦に登場ですね。はい、ファンの方にメッセージお願いします。はい、久々ドリーム乗れたので何かいい展開つければなと思います。また応援してください。4レース勝ちました大橋瑠璃花選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。